今日の舞台はドイチェバンクパーク。雨が降る中、声援を届けようと大勢のサポーターがスタジアムに駆けつけています。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。生放送でお送りするブンデスリーガの一戦、フランクフルトがケルンを相手にします。開幕戦からここまでホームチームはしっかりとしたパフォーマンスを発揮していますね。スタートから連勝し、シーズンの序盤戦はこれ以上ない好成績を収めています。こうやってサポーターの期待に応えるところはさすがですね。この感じなら今日も連勝を伸ばしてくるんじゃないでしょうか。こちらがケルンの先発メンバーです。攻撃的な4-5-1を採用しました。パスを回して攻めるチームには向いたシステムです。1FC ケルンはクラブのロゴを見ても分かるようにマスコットにヤギを採用しています。はい、しかも本物のヤギなんですね。クラブのニックネームザ・ビリー・ゴートもこのヤギが由来です。さあ前半開始、フランクフルトのキックオフです。マルク・ウート、さあチャンスだ。まだボールは生きています。ここはゴールを防いでキーパーがボールを手にしました。よくセーブしましたね。普通は入りますよ。いいボールが出ました。シュートのチャンスでしたがここはキーパーに防がれました。注目はやはりこの選手ですね。サポーターも素晴らしいプレーを期待していることでしょう。あ、チャンスですよ。まだ危機を脱していません。来た、最後までよく集中していました。キーパーとしては一度素晴らしいセーブをしただけに悔しい失点でしょう。このシュートにキーパーはよく反応しましたね。しかし弾いたボールに味方のフォローがなかったため相手に決められてしまいました。こういうファインプレーには周りが応えてあげないとダメでしょう。フランクフルトボールのキックオフでリスタートです。現在1点ビハインド、まだ追いつける点差です。ボールを運びゴールに襲いかかります。古橋、ゴールだ。フィニッシュは目の覚めるようなボレーで決めてきました。なんというテクニック。これはフィニッシュよりもその前の華麗なパスワークが見どころでしたね。守っている側はこんな風にやられてしまうとないでしょう。ボールポゼッションは相手チームです。
ロブで裏を狙います。いいクロスだ。止めた。キーパー止めました。近距離からのシュートでしたが素晴らしい反応を見せましたね。これはあるか。さあどうする。キーパーが止めた。決まった。2度目のチャンスは見逃しません。これはキーパーも悔しいでしょう。でしたね。ファインセーブを披露したものの相手の前にボールを弾いてしまいました。これは悔しいでしょう。マルク・ウート。味方に出すでしょうか。かなり押し込まれた位置でしたがうまく対応しました。いいタイミングでカットしました。力を込めすぎたのかシュートが逸れてしまいました。マルク・ウート。これはよく見ていました。うまく飛び出した。キーパーが止めました。ファインセーブです。ドリブルでボールを運びます。できた。キーパーが一歩も動きません。シュートを正面で処理。サイドにスペースがあります。ここはカットされました。攻撃失敗です。フランクフルトがフリーキックを獲得しました。噂になっていた大型移籍ですがクラブから正式な発表がありました。はい、いい選手を獲得しました。今後の活躍に期待しましょう。ここでなんとかボールに寄せてきました。スペースへのボール。なんともおしゃれなシュートで決めてきましたね。ですよね。その後も落ち着いていました。完璧なゴールです。大量リードをもらって監督も自然に笑みがこぼれています。マルク・ウート。これは相手にパスしてしまいました。いい寄せです。サイドに大きく空いたスペースを使ってきました。このチャンスを生かせない。相手のポゼッションに変わります。アディショナルタイムは1分です。中の選手へクロスが渡ります。しかしキーパーが読んでいましたね。パンチングでクリアしました。前半が終了いたしました。
残りは45分、ケルンのキックオフです。いいボールが出ました。しっかりとクリアしました。ダビーゼルテ、このゴールで逆転に向けて流れを持ってこられたのでしょうか。ちょっと焦っていたのかもしれませんが、クリアが甘くなってしまいましたね。結局このミスが失点を招くことになりました。これは監督も怒ってるでしょうね。1点差に詰められて、監督の表情から余裕が消えたように見えます。伊藤、ここで森田、ボールポゼッションも守れません。素晴らしいタックル、ピンチの芽を摘み取りました。ファールを取りました。ここはカードをもらわずに済みそうですね。しかしもう少し気をつけた方がいいでしょう。エスピノサ、コーナーキックです。ゴールを決めれば同点。コーナーキックが入ります。ホイッスル、フランクフルトボールです。ボールを前に運びます。思い切って滑っていった。ディフェンダーを抜いた。危ない場面でしたがカットしました。ファールの笛が吹かれました。カードは出るのか。ここでボールを失いました。残り時間は30分です。マルク・ウート、見事なテクニックで突破してきました。決まった、同点ゴール。最大2点差が開いた状況からこれで追いつきました。ボールは美しい放物線を描いてゴールへと吸い込まれました。難しいプレーを簡単そうに決めてきますね。素晴らしい状況判断です。同点ゴールに対して監督のこのリアクション、これだけ喜ぶ気持ちもよくわかります。こうなったら逆転まで行くしかないでしょう。スタンドからは歓声とため息がこだまします。カットします。フランクフルトのフリーキックからのリスタートになります。ニアにボールを入れた。この攻撃は実を結びません。カウンターアタックに入るか。中を狙ってきました。これは飛んだ位置が悪かったか。キーパーがキャッチしています。古橋、ここで相手ボール。残り時間は20分です。
アタッキングサードでボールを回していきます。ファーの選手を狙ってきた。キーパーの好セーブに救われた。よく合わせたんですが、キーパーの素晴らしいプレーでした。データが示す通り、両チームともここまでかなりのチャンスを作り出しています。やはり攻撃的なサッカーは見ていても興奮しますね。フランクフルトがフリーキックを獲得しました。一旦クリアしてピンチをしのぎます。味方に出すでしょうか。ボックス付近の味方に入れてきた。コーナーキックです。均衡を破るチャンス。中を狙うか。もう少し行けたような気がした攻撃でしたね。スローインです。このタイミングで選手を変えてきました。ピンチは続きます。危ない局面でしたが、なんとかしのぎましたね。さあ、勝ち越しを目指して攻め立てます。これが最後のチャンスになるかもしれません。さあ、リードできるか。決まった。逆転ゴール。先ほどまでのビハインドが嘘のような展開です。この時間のゴールですから、これで試合は決まりじゃないでしょうか。そうですね、この時間だと厳しいと思いますよ。ここで抜きました。入れば決定的。中の選手にクロスを入れた。これはキーパーが読んでいました。ナイスセーブでしょう。アタッキングサードに攻め込みます。何を選択してくるんでしょうか。レフェリーが PK を指示しています。終盤に1点を追う状況で相手に大きなチャンスを与えてしまいました。ペナルティー、さらにイエローカードも出ます。やむを得ないでしょうね。ここで PK を止められるかどうかがポイントです。この PK が決まれば相手は追いつくことも困難でしょう。ここは冷静にペナルティーを決めました。この PK ですが、キッカーはキーパーが飛ぶのを見て、おっさんに逆に蹴ったんじゃないでしょうか。プレッシャーのかかるシーンでも落ち着いていましたね。ああ、ベンチが動きました。控えの選手と変えるようです。伊藤博樹、ここでカライチッチ。フランクフルトがサイドを広く使います。ボールがこぼれた。ゴールゴール。試合終盤、同点まであと1点に詰め寄ります。こうなると勝負はまだ分かりません。
この失点シーンはキーパーの処理の仕方に問題があるんじゃないでしょうか。むしろ相手にチャンスを与えたような形になってしまいました。監督も怒っていると思いますよ。存在感を見せつけました。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。